YouTube 家族公式チャンネル新企画ハルティ君からの質問です。なぜスケボーを始めたのですか？ハルティ君、バトンありがとうございます。僕が誕生日の時にスケボーがしたいと言ってお父さんが買ってこれました。で、年が明けて2月ぐらいに僕が真面目に優勝したいと言って、で、お父さんがじゃあやろうと言ってくれたのがスタートです。で、4月ぐらいにあるパークに行って文句を言われたというか、バカにされたというか、それが本当に嫌で、もっと練習して見返してやると思って頑張って練習しました。で、そしたら気づいたら文句を言う人とかバカにしてくる人を見返してました。これからもちょっと頑張りたいです。ハルティ君、本当にありがとうございます。バイバーイ。ここで次の YouTube 家族のメンバーへ質問します。チャイルドフットのつとむ兄ちゃんへ質問です。かずき兄ちゃんと最大の喧嘩をしたエピソードと、どうやって仲直りをしたかを教えてください。バトンタッチ